新しいメンバーだな。それは赤が李光君。茅ヶ崎の牧野プロレアだね。中村麗太郎君チャンピオンみたいな。おお、分かったの。井上だ、井上君だね。おー、今棒を乗ってる。波を待ちながら膝を折ってスピードをつけて沖から乗ってるから頭半からダブルぐらいあったね。沖ね。お、誰だ。お、ボー君だな。これも、はい、ハンドファイブかけた。いい感じだね。うまいね、ボー君。おー、バンザイしながら前に体重かけると潜っちゃうからバンザイして後ろに体重かける。いい感じ。いいね、これスープ崩れてきてこらえて。おお、完璧にこらえたね。いいね。お、中村誠太郎君2年連続優勝してるからね。ああ、いい感じだね。このスタイル、肩の力を抜いて誠太郎君らしい、いい感じだよ。波に力がないから波を合わせながら。ああ、いいね、いい感じだね。いい感じ。ゼロウェッツツだね。聖太郎くん綺麗だよ、自然で。ああ、いいね。これでカットバックしていくのかな。ああ、スープは崩れてたからこらえてるんだ。このスープのこらえ方も一流だな。ああ、いいね、このカットバックも。落ち着いてスープに乗りながらアクションを起こし、これからターンして。いいね。まあ、本当デコボコして難しい波だから。これは何かな。井上貴君か。貴君もいいか。おー、いいターンしてるな。いや、これやばい。これ10点満点のターンだな。いいターンだ。ミキダラみたいなね。いいターンしてる。まだ分かってる。おー、ノーズにかけてる。いいね、両手上げて後ろに体重かけて勝とうとしてるな、この乗り方は。おお、それからダンパーになるから。おお、スリッコー君。おお、いいターンだね。これもいいターンだ。これ牧野君かな。おお、牧野君もなんかワイ目乗ってる感じだね。いいね。ああ、50フィートの波が崩れてきてバーンって上げてこられたって感じでね。牧野君、この人も前の地味だけども気温ができてるもん、牧野君は。ああ、こんな感じ、いいね。ノーズを見ながら、波を見ながら、ローリングしながら。ああ、いいね。これも波に置いていかれちゃっていけないかと思ってね、頑張ってる。ああ、いいね。走ってた、走ってた。この難しい波みんなよく乗るよ。わー、こんなの、これ牧野君いい感じだね。こんだけ難しいんだ、ターンを。おー、井上貴君カットバッキング、なかなかだね。おー、ターンもいいターン。おー、ニードロップしていきながらバランス取って。おー、曲げた。おー、いいね、ニードロップカットバック。感じだよ。あー、このターンもいいね。いや、素晴らしいよ。昔思い出。あー、いいね。これなんかさ、満点だね。ほんと。いや、ウォーキングして。いや、いいね、牧野君。聖太郎君、今回は今ね、クスさん来たからいい波が立つと思う。あー、いいね。ノーズダイビング、
動くカットバッキング、あーいいね、両手上げて、昔両手上げてカットバック流行ったんだな。おこらえてるな、スーツも難しいからいいな、頑張ってる。スーツの上に乗っかっちゃってんだからな、ボードが重たいから引きがないから。今のはね素晴らしい。もう清太郎はね本当元来もうロングボートの湘南切手のロングボーター、ミスターロングボータークラシック60年代の男だし、で郷くんもね優勝2回もしてるし、それに乗り方もやっぱり茅ヶ崎を代表するクラシックの乗り方で素晴らしい演技が、手から足からスタイルから全部。それから牧野君も素晴らしい。牧野君もクラシックだからやっぱりうまいね。でまあたまたまちょっといい波乗れなかったみたいな感じだけども、あと井上高君若いのにはすごくね気温ができてなかなかしっかりしてる。なんで負けたのかなって今思った。彼はこれから伸びると思うね。スタイルもいいし研究してる。でまあね若くてチャンピオンだからみんな黒沢とそういうに態度がありとかどうのこうの言われないようにチャンピオンならなるほど、だが頭こうびょうしくくしてみんなに輝かってもらえ、それがお前の生きる道だと思うし、やっちにもそうだ、チャンピオンだなんて威張っちゃダメ、まだまだなんだからお前な、一石つけども